おっと、つうわけだから、おらそろそろ。あら、でも意外にいい人そうじゃない？私のこと、べっぴんって言ってくれたし。リア姉は意外と厳禁だよね。この村に公認の錬金術師がいるってことは分かっ。ちょっと気分が良くないわね。錬金術師の酒癖が悪かったりサボりがちだった、まあ、腰が軽いせいでどこにおるのかわからんことが。これありがとう。ありあり。君、ただいつも力に。錬金術師？面倒くさがりだけど、頼んだことは。ただ猫ダメだなかなか。あ、ジョーちゃんだ。おじさん、それ
がさっぱりで。なんだ、まだ見つかってなかったのか。そこのべっぴんさんに免じて、俺が錬金術師のこと呼んできてやる。まあ、よろしいですか。あ、いいのいいの。ついでに、そ、奴のアトリエは町の外れにあるんだ。か、勝手に入っちゃって大し、平気平気、何の問題もね。そういうわけだから、よし、他に手がかりもないし。お邪魔しまーすって誰もいないよね。よう、待たせたな。錬金術師連れてきたぜ。本当ですか？あれ、でもどこに？あん？ここにいるじゃねえか。俺だよ、俺。グラオタールのグータラ公認錬金術師ノルベルトとは、あ、俺様のことだ。どうしてもっと早く言ってくれなかったんですか？そいつはあれよ、可愛い子ちゃんたちをちーっとからかってやろうと思ってな。もう納得いかない。まあまあ、悪かったって。こいつをやるから許してくれ。あ、これってまさか推薦状？ああ、その通り。ジョーちゃん確か公認を目指してるんだ。これで一通推薦状が手に入ったんだ。こんなに簡単でいいのかな。ってことよ、公認試験なんてちょろいもんだろ。ま、公認を目指すっていうなら頑張りな。ありがとうございました。やけにあっさり推薦状をもらえたな。でもこれでいいのかな。本当にもらっていいのか、かっ、そこを決めるのはフィリスちゃんよ。あ、ちょっと寂しい場所だね。こんな場所こそ人形劇で。ん？なんだジョーちゃん、推薦状はもうくれてやったはずだが、他にも何か欲しいもんがある？いえ、そうじゃなくて、こんなに簡単に推薦状をもらっていいのかなって。はぁ？って言うと、なんだ、受かるって保証はないんだぜ。せっかくもらった推薦状がパーになってもいいのか？はい、こんなモヤモヤした気持ちでいるよりはそっちの方が全然マシです。ノルベルトさん、私に課題出してください。真面目だね、ジョーちゃんは。だが、そうじゃねえと錬金術師は務まらねえ。いいぜ、第一段階は合格だ。どういうことで？読んでみろよ、その推薦状。この推薦状を持ってる者は大バカ者です。錬金術師としてもきっとダメダメなので、遠慮なく不合格にしてください。俺もただじゃ推薦状は書かねえよ。推薦状の重みに気づかないやつはその程度ってこった。うわ、あぶな。あのまま受け取らなくてよかった。じゃあ第二段階に行くぜ。次はお前のお待ちかね、課題形式だ。この村の近くにとある魔物が生息してる。そいつらは倒すと時折その材料を集めて俺に持ってこい。質や手段は問わん。
数だけ集めてくればいい。よし、早速行ってこい。ああ。険しい場所に村を作ったものだ。それ。可愛がってあげる。降り注げ。まあね。